こんにちは。マヤのお料理教室を運営しています近藤マヤです。今日はチョコレートシュークリームを作ります。まずはじめに薄力粉とココアパウダーをふるいます。小さめの鍋やフライパンにお水とバターと塩を加えます。これをバターができるまで熱します。バターを火にかけてる間に卵を溶いておきます。沸騰したらコンロから下ろします。火から下ろしたら粉を加えます。ここで粉っぽさが完全になくなるまでフライパンの底に押し付けるようにしてよく混ぜてください。薄力粉の白いつぶつぶなのが見えなくなったら混ぜるのはやめて大丈夫です。このくらいにプルンとフライパンの底から剥がれるような硬さの生地になります。粉のダマがなくなってよくまとまったらもう一度火にかけます。今度は粉が入ったので焦げやすいので素早く混ぜていきます。先ほどのようにフライパンの底に生地を押し付けるようにして生地を混ぜます。素早く混ぜないと粉が固まってしまったり偏った火の通り方をしてしまうのでよく混ぜながら火にかけてください。だいたい2分から2分半ぐらいよく混ぜながら火にかけます。くっつかない加工がしてあるフライパンだと少し分かりづらいんですけれども、フライパンの底に少し生地が張り付くような生地になってきます。生地の質も先ほどのつるんとした感じから少しボコボコした感じになりますが、このままとまたつるつるになるので大丈夫です。このあと卵を混ぜるので、このまま卵を入れてしまうと卵だけが先に固まってしまいますので粗熱を少し取ります。粗熱を取ってる間に湯煎を用意しておきます。生地の粗熱が取れたので先ほど溶いた卵を数回に分けて入れていきます。だいたい3回から4回ぐらいに分けて入れます。その度にまたフライパンの底に生地を押し付けるようにしてよく混ぜます。卵をすべて混ぜ終わるとテカリが出てプルンとした生地になります。このくらいになったら生地は大丈夫です。丸い口金をつけた絞り袋の中に先ほどのココア生地を入れていきます。これを絞ります。その間に湯煎が出来上がっているのでチョコレートを湯煎に当てておきます。このまま置いておきます。だいたい4センチから5センチぐらいの直径で絞り出します。今回は8個から10個ぐらいの大きさができます。絞り終わったら指で形を整えます。これで絞り終わりました。200度に予熱したオーブンで20分ほど焼きます。チョコレートが完全に溶けたので生クリームの分量の4分の1程度を入れます。よく混ぜます。混ぜ終わったら湯煎から取り出して冷水や氷水につけておきます。このまま熱が冷めるまで少し待ちます。チョコレートが完全に冷めたので残りの生クリームを加えて泡立てます。横にチョコが残ってる場合があるのでその場合はかき混ぜて泡立ててください。シューが完全に冷め切ったので冷蔵庫で冷やしておいたクリームを入れます。クリームは金口をつけてもいいんですけれども、つけてなくても特に変わらないのでこのままでも大丈夫です。真ん中の方に割れ目があるのでそこから絞り袋を入れてクリームを絞ります。クリームを入れ終わったので粉糖を振りかけます。これで出来上がりです。
私のインスタグラムでは低糖質や低脂質のお料理や北海道の素材をたくさん使用したお菓子などたくさん載せてますので、詳しくは概要欄より見てみてください。